もピョッキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、コントロールユアディザイアということで、あなたの欲望を制御するということでしょうか。上等じゃねえか。このピョッキングを止める者は誰もいないと見せつけてやりましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.60% で、今の僕の欲望言っていいですか。このコースをクリアしてゆっくりお風呂に入ること、それを邪魔しようってんなら、はいどうもこんにちは礼儀正しいじゃねえか。今度一緒にお風呂に入ろうね。この上のキノコ、裏になんかいるよ。青いの見えるもん。なんで下のキノコが正解。そしたらツタが出てくるみたいな。開幕なんもねー。そんで僕ひらめいたんだけど、この扉に入って戻れば先に進めるようになるコースなんじゃないかなと、そう思うんですよね。右のブロック壊れるんかな。え、壊れないよね。じゃあブラッパの下。なるほどね、 B スイッチが隠されてくれてんのか。それじゃあ先に進んでいきましょう。ここはハテナブロック叩いていいよ。そしたらボム兵が爆発してくれるっていうわけだね。でオンオフをして、砲台からなんかで来た出てくるのめっちゃ速くなかった今。じゃあこの土管に入っていくと、今なんか右変わったけど大丈夫。右にダッシュ絶対合ってるよマジか。いやまだ大丈夫、下に行けば。それじゃあこのスターを取ったら走らないで行ってみる、歩いて行ってみるね。土管に入らないようにゆっくり行こうか。この左のブロックはコインか。頼むスターが切れる前に。なるほどね、こっちにドアがあるのか。そして右側の方に進めるっていうことだね。さあ進んでいきましょう。ここはいやこんなの楽勝だよ。ちょっと見ててね、夜スキンだからさ、キノコが反対に行くからこっち側にいればキノコが取れると、そういうことですね。かしけえな今日。今までいくつのロールコースをやってきてると思ってんの。こんくらいぐらい楽勝だよ。でもさ、なんか戻ってきたよね。もう一回キノコ状態でさっきの場所に行けば行けるみたいな。このバレ野郎がここは本当にうまかったね。じゃあオンオフも何もしないでこの土管に行ったら先に進めるんかな。そして右の土管に行くか下の扉に行くかなんだけど、どっちよしよし、そのまま右行ってみます。こっちが正解。次は合ってて、ただのブラパクルだよ。ブブー言われたけど大丈夫か。え、ちょっと待ってね。それじゃあこっから上に行けばいいのか。こっちを忘れてたな。さあ無事中間ポイント取れました。ここは上。うわどうしよう、扉入ってみる。上の方がめっちゃ怪しいけど、ビビって逃げてしまったね。多分これ左に逃げればいいんじゃないのかな。そして石親父が来るしかないな。中間は取れてるから全然いいんだけど、上も気になるよね。このスターを取って、あれ頼むってもう右から行けるみたいな感じなんかな。それじゃあ右の方から行ってみよっか。玉に乗ってガリガリ抜けてみるね。もしかして上全部隠しブロックなんかな。ちょっと叩いてみていい。うわやっぱりね、多分全部あるよここ。ということは上は意味ないっていうことだったんだね。じゃあここは石親父を避けてすぐ右に行く。そしてこっからなんだけど、ハテナを叩いてすぐ上に行く。そしたらブラパニ超特急ブラパニ超特急じゃねえんだよ。それじゃあここはハテナを叩かないですぐ上に行く。そして10コインがあるけど、はいスーパー様、僕の敵を撃ってくれたんですね。下にね青い土管があるのは見えてたんだけど、絶対こっちが罠だと思ってた。やるね制作者、裏を変えてくるっていうわけか。それじゃあここはスネークブロックに乗って、どうしよう、来るな来るなって、頼む来ないで、来るなっつってんだろそれじゃあこのスネークブロック乗って右にダッシュ、それで抜けれるっていう感じだね。さあ下のスネークブロック乗って動かないパターン。じゃあオンオフをしろっていうことだと思うんですけど、オンをしてすぐやるミスった。えこの上、うわ足場があるんだね。じゃあこのスネークブロックの下に行けっていうことか。いや絶対この砲台下に落ちていくよ。なんで一番右、ここが正解
そんなことだろうと思いました。なんだテレサやんのか、夜スキンだからか、顔合わせても向かってくるなんていい根性してんな。その勇気を見習って僕は一度転生したいと思います。それじゃあ私生まれ変わってまいりました。今までのピオキングと一味違うっていうところを見せてあげましょう。バナの100円200個かかってくるがいいさ。ここは右にジャンプして中間、いや全然いい、まあ全然ある、こっから下に頼むって。ミスチル、お願いだからこのシーソーゲームを下にやって、やったもう無理やり変わるか、いや絶対こうなると思ってた。もう僕分かってるんですよ、生まれ変わってきてるからね。それじゃあここはすぐ上に行く。いや全然いい、コインはいらない、そしてこのキノコを取って下に行けと、そういうことだと。なんで、え、何あの玉、下になんか隠れてんだろうね。あの火の玉の裏なんか隠れてんだろうね。いや熱いやん。じゃあここ右にダッシュして抜けろっていう感じかな。なるほどね、赤いブロックが隠されてるのか。ダブル坂だ。いやほんとトロールコースってさ、ブラパとブクブクが大活躍するよね。もう皆勤賞だよ。もう出勤してない時あんのかな、このブクブクたち。そしたらこのキここは一番右に追っておけば大丈夫。そしたら火に当たらない、火の用心、ナイス。そしてこの靴を履いていけと、そういうことだと思うんですよ。まあ今の靴罠かと思いましたけど、さあここはヒップドロップして砲台を壊す、そしてここもヒップドロップして砲台を壊す、そして B スイッチ。うわどうしよう、これ靴、いや止まっておこっか、そしたらまたレール動いてくれるんじゃないの。動いたらダメだよね、コインがブロックになっちゃった。なんか右下の B スイッチのところ月が出てきたよね。あの月取っていいのかな。まあ、取るにしろ取らないにしろ変わらないと思うんだよね。そしてここは靴を捨てないと先に行けないか。それじゃあ進んでいきたいと思います。次は何が待ってる。今絶対やられたと思った。じゃあここはパンを叩いて裏場の方に行ってみたいと。いやいい、全然いい、死に耐久でしょ、僕が待ってたよ。この身体液はどんな感じだろう。この毒キノコをこっちに持ってこいと、これぬるすぎる。僕が鬼畜な死に体液を持ってきてもらっていいですかね。はい、それじゃあここは一旦バネの上に乗っておいて、こっから、いやここ乗ったらダメだよね、一旦左に戻ろうか、左に戻って右に行きたいと思います。さあ、あの中ドカンとかあるんじゃないのか。この先大丈夫、いける、ドカンありそうじゃない、この上とか。いや多分ないよね。それじゃあ進んでいきたいと思います。さあ次はここは、いや何もしないでいい、ここで頼む、合ってて、いやもう全て分かってます。ここも下に降りればゴールがあると。人生のゴールだったね。ええどこあんの。ちょっと待ってよ、絶対ないと思ってたんだけど、さっきのね。やめてくれよ、チェックポイントに、いやチェックポイントにここで避けます。いやチェックポイント位置戻されるってことかな。うん、まあいいよ。え、何だったんだろうね今の。そういえばね、全然実況と関係ないんだけど、僕めっちゃスタバ好きなんだよね。でちょっと前に桃の新作が出たじゃん、あれねすごい飲みたいんだけど、もういろんなところ行っても売り切れ売り切ればっかなんだよね。多分ね、僕がいつもスタバに寄る時間がね遅いからだとは思うんだけど、もう飲みたすぎてね本当にどうにかなりそう。なんで今からさ、もう飲んだつもりで話してっていいかな、そしたら気分が紛れるかなと思って。あのスタバの新作みんな飲んだ、めっちゃ美味しかったね。甘すぎるっていうか、まあ僕にとってはさ、ちょっとちょうどいいところも部分あるんだよね。でもさ、甘すぎるの嫌いな人っていない？でも最近スタバってさ、そういう果物系の多いじゃん、まあ、前作もメロンだったし、で今作の桃はでも僕本当にドストライクだったね。もううますぎてまたリピート確定だね。っていうか長くないですか、ここゴールなんじゃないの。いや熱々、絶対ゴール、いやここはゴールじゃないか、さすがに。え、ここ右に行けんくらい、頼むってめっと、こっち来て、こっち来て、転がって来てくれるよね。ナイス。そしてこっから上に行けばゴールできるっていう感じなんじゃないんですかね。さあ行きましょう、てん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 
うわ、どうなんだろう。一旦このまま上行ってみる。多分こっちが正解かもしんない。
や絶対ここまでなんかもう一回左に行けってこと。いや絶対ゴールだよ。ここまでなんかしてくるってことはさ、多分この先ゴールがあると思う。どうなんだ。いやどうしなるほどね、また坂にゴールを隠してる系ね。いやこれ本当にいつもびっくりするんだよね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ空中散歩ということで、説明文を見てみるとですね、空の散歩、足りない分は空中を歩いてゴール、空中散歩で届きますって書いてるんですよ。これさ、今までに見たことのないような一発マリオだよね。空中で歩くことを考えた素晴らしいアイデア、もう僕ね感謝しかない。一発マリオを作ってる方々、どん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 新しいアイデアを編み出してくれるよね。もちろんトロールコースでもそれ以外のコースでもそう、僕はその皆さんのおかげで配信を続けられています。どうもありがとうございます。そしてこの動画を見てくださってる皆様、大変恐縮ですが、コース制作者さんに送るいいねの代わりに僕の動画高評価をしてもらっていいですか。まあまあそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 ちょっと画面真っ暗になってしまいましたけど、そんでね、見て分かった通りこのコースまだ誰もクリアしてないんですよ。なんで難易度は未知数だね。さあどういったコースなんでしょうか。まずこの靴がゴール条件でしょ。当たってしまったのはもういいんだけど、多分右のゴールポールジャンプしても届かないよね。うわやっぱ全然届かんね。ということはこの靴を履いてどうかして空中を散歩しろっていうことだよね。左の砲台怪しくない？キーラー、うわてっきりメットとか出てくると思ったんだけどね。こっから右、うわやっぱり届かないもんね。この辺に隠しブロックで靴が隠されてるとか、やっぱそんなんはないよね。それじゃあさ、夜過ぎんだからこれもう靴を脱ぎ履きするしかないんじゃないのかな。ちょっと見ててね、多分こっからこういう風にどんどん進んでいくみたいな。全然進めてないけど、多分こんな感じだと思うんですよ。でね、コース目に空中散歩って書いてたから、散歩で行けるように設定してるとは思うんだよね。ちょっとそれでやってみようか。1、2、3。全然ダメ、惜しくもなんともないね。これね、靴を脱ぎ捨てるときさ、最小に押さえた方がいいね。あれ最小だったら乗れないね。でも最大のジャンプだったら乗ることができるんだけど、最小のジャンプだったら乗れないんだよね。ちょっと中くらいぐらいでやってみる。あ、中くらいでいけるよ。なんでこっから中くらいの1、2、3。ちょっと練習していいかな。本当にぶっつ、これ脱ぎ捨てる時もさ、めっちゃタイミングよく早くしないとめっちゃ落下しちゃうんだよね。なんで入った瞬間すぐ脱ぎ捨てるみたいな、多分これでいけるんじゃない。1、2、3。多分もう少し早くないといけないんだね。なんでさらにテンポを上げて脱ぎ捨てをやりたいと思います。いや違うんだって、この靴履いて歩いたら少し浮くじゃん。だからジャンプのタイミングがね取りにくいんだよね。次こそ行きたいと思います。今の絶対行けてもよかった。マリー、なんでその靴を掴まなかったんだ。届いてただろ今、自分が履いてる靴で上等だとそう言いたいのかマリー。ならその靴を緑に染めてこんか。絶対脱ぎ捨てる速さが重要なんだよ。たまにさ、ゴール条件が出ないぐらい速い時あるじゃん、脱ぎ捨てるのが。これを連続で出せればゴールできると思うんだよね。ちょっとそれで狙っていってみます。頼む、こっから。いや本当にナイスアイディア、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。